皆さん、こんにちは、大地です。イェーイってね。はい。えー、二人が今日はついてこれてませんけれども、<laughs> <laughs> あの、<laughs> 今日はですね、えっと、キャリアコーチングサービスのね、ミライズさんというのを、えー、2019年から、あの、やってる、まあ、うちのスクールの卒業生なんですけど、えっ、ー、と、シガちゃんとね、あと、ヨウちゃんとに来てもらって、で、結構ね、なんか、あの、今の社会にすごく必要な、あの、サービスをやられてるというふうに思ってるので、なんかね、どんなものなのかとかね、えー、そこでどんな物語があるのか、一応、いろいろとね、聞いてみたいと思っております。ということで、えっ、ー、と、まず、シガちゃんから <laughs>、自己紹介をまずしてもらっていいですかお願いします。<laughs> はい。シガ・アヤカと申します。アナザーヒストリーに通っていたのは、2017年から2018年にかけて通っておりましたで。普段、組織開発と人材開発のパラレルワーカーをしてまして、あの、今、実は子供が生まれたばかりなので、育休を、ありがとうございます。いただいているんですけれども、一つは人材会社で、 自社の組織開発の仕事をしています。で、もう一つは、ルバートという人材育成の会社で、えっと、ビジネスパーソン向けのキャリアコーチングサービスでコーチングを提供しているっていうのと、あと、あの、キャリア系とか、あと、まあ、ワンオンワンコーチング関連の研修を企業様とか大学様向けに提供しているというようなプロフィールになります。 よろしくお願いします。ね、知らなかった、ね。じゃあもう、あ、そうか。だから、通う、スクール通ってくられてた時、はい、もう、翌年とかに、あの、ミライズさんのサービス。そうですね。はい。ちょうどスクールをまあ、卒業して、ちょうど、まあ、ミライズをちょっと立ち上げるっていう話で、私も参画させていただいて、翌年にはスタートしたっていう感じですかね。で、はい、もう、4年 ね、ねそうですね。あっという間にもうすぐ8月で4年になるサービスですね。ねすいねはい。あの大人気のサービスなのでちょっと後でいろいろ話を聞いてみたいんですが、えっともう一人卒業生であのそこでねコーチとしても活躍されてるえっとようちゃんに自己紹介してもらいたいと思います。お願いします。はい、えー、村松よ子と申します。よろしくお願いします。アナサヒストリーは2年前ちょうどコロナが えっと、出てきたぐらいの時に39期でお世話になって、卒業してからだいたい2年ぐらい経っています。で普段は、えっ、ー、と、教育系の、えー、企業で人事をしていまして、まあ、パラレルワーカーとして副業として、この、えっ、ー、と、ミライズさんの、えっ、ー、と、コーチを、えー、しています。では、よろしくお願いします。え、いつからしてんの、コーチは なので、卒業してつぐ。<laughs> 本当すごいね。そっか,か、そっか。そう、もう本当ありがたいです。はい。即戦力になれるぐらいコーチだったわけで。<laughs> <laughs> よかった、よかった <laughs> あ。というね、今日は3人でね、あの、話をしていきたいんですけど、え、そもそもさ、シガちゃんが、えっと、コーチング学びに来たきっかけっていうのは何だったんですか <laughs> はい。そうですね。私は、あの、まあ、今、人材系の会社で、 働いてますけれども、前職、あの別の生命保険会社で仕事をしていて、えっと、まあちょっとその時代の自分の経験から、なんだろう、人の心、な内的なところにすごく興味が湧くという経験がありました。うん、まあ営業をやってたんですけれども、自分のその心の状態で自分のパフォーマンスとか行動がすごく変わってくるっていう、うん、まあ体験があって、そこからあの、 実は最初ポジティブサイコロジーに興味を持ちましてその時代にちょっと勉強をしていたんですよね。でまあそうしているうちにやっぱりそういう人の心の中みたいなところに興味がどんどん強くなっていってでコーチングっていう言葉もなんか耳にするようになっていってでまあそれから数年は経っていたんですけれどもやっぱり気になるな学んでみたいなっていうことがあったのと同時にあの、まあ、実は私の 夫がコーチングをもう長く、4、5年ですかねあの、受けてきていて、で、まあ、それによってあの、自分の授業とかも、まあ、おかげさまであの順調に進めてこれたみたいな話があったので、まあ、夫からもあの、だったら自分のコーチにコーチングスクールのおすすめとか聞いてみるよ、みたいな流れがありあの、アナザーヒストリーに。え、じゃあ何うちのコーチだったってこと <laughs> そうあ そうなんです、実は。あの <laughs> よかった、役に立ってて、本当に。そうなんです、本当にあの。本当にそのコーチとの出会いがなかったら、自分はどうしてたんだろうっていうふうにあの、今でも言うくらいあの、すごく大きいことだったみたいで。 ああそうか、じゃあそれで志賀ちゃんにも、ねはい、行ってみたらとなり、志、はいまあ、賀ちゃんも合流して、この一緒に、はいえー、未来図をこう立ち上げて、はいろんな人にコーをにけてもらおうみたいになったっていうことなんだ。えちなみにさ、ちょっとその話の前にさ、一個,個人的な興味で聞きたいんですけど、<laughs> あのどうでした、うちのスクールに来てみて。来てみて、そうですね、なんかあの、まあ、私は最初、 ワンデー、ワンデーのセミナーに参加させていただいたんですけれども、なんて言うんでしょうか、そのアドラー心理学をまあベースにしたその考え方っていうのが、なんか自分の中ではすごく効いていて、しっくりきた部分があって、なんかもっと学んでみたいって思ったのが、最初のまあ1日目の印象という感じですかね。 なる,なるほど、なるほど。それでなんかしばらくさ、まあ、来、はい、てみてどうでしたなんかあ,かあそうですね。<何か> <laughs> はい。<か>なんか,なんかあのー、まあこれ自分が卒業して実際コーチも提供して実感したことでもあるんですけれども、うん、かなりこう、大事な部分を濃縮して教えていただいて、それをまたクラスの中で、まあ練習を通じて 濃縮還元のカルピスみたいな <laughs> 感じなんですけどあの水分がこう追加されて使える濃度になりできるようになっていくみたいな,なんかそんな印象があってなんだろうな例えばなんですけれどもえっといろんなコーチングスクールのまあコーチを受けたことがあるという方が最近おっしゃっていたんですけれどもはい、はい、なんかやっぱりアナザーヒストリー出身のコーチングってあの すごく共感を持って聞いてくれるっていう風に言われたんですね。なんか当たり前のようにそこは大事さんからしっかりと教えていただいたところだったと思うんですけれども、なんかまあその方にとってはそこは差として感じる部分みたいで、例えばとにかく声とか表情とか全身で共感を持って聞いてくれてる感じがするという話で、なんかそれで私も振り返って思ったんですけれども、うん、あのまあロジャーズの 3原則のところで、はい、共感的理解というのは、まあ、しっかり本当に教えていただいた部分でそれってあの、まあ、技術というよりかはコーチとしての在り方の基礎の部分で、うん、あの教えていただいたというふうに理解をしているんですけれどもあの <laughs> <laughs> そこに関してはなんかどんなユーザーさんが相手だとしてもどんなテーマが来たとしてもあの変わりようがない非常に大事な部分だったので。 あのそういうところをこう大事に教えていただいたんだなっていうのをもちろん当時も感じていたんですけど最近改めて振り返ってそれをあの実感してたっていうのが、はい、いやなんかさ、はい、本当にそ,、ね、そういう態度でいればさそのユーザーさんとの間での関係がね損なわれることもさ少ないと思うしさであとはやっぱりあのその共感的理解みたいなとこで踏みとどまるからこそなんか あのいう、その相手のね、クライアントの中からさ、やっぱり知恵とか勇気とかがすごい出てくるとかね、主体的に変わってくっていうことが起こると思うんでね、なんかそこで頑張れてると言うんだったら。 嬉しい <laughs>。嘘泣きすんなって話なんだけど、いやいやいや、本当にありがたいことです。<laughs> はい。で、まあ、ちょっと、うちの宣伝ありがとうございましたんで、うん、えっと、それで、えっと、でど、うどうしてなんか、でもその後さ、1年とかでこのサービス、そのキャリアコーチングをやってるわけですもんね。キャリアコーチングに特化したなんかサービスをこう立ち上げようってなったのはどうしてなん、はい、そうですね。 まあ、もともとまず私自身が、うん、あの、ポジティブサイコロジーとか学んでいたように、うん、人が幸せになるっていうことにすごく興味が強かったんですよね。うん、で、人が幸せになる手段って色々あると思うんですよね。で、それは当然仕事だけではないと思うんですけれども、うんうん、ただこう、社会人になってやっぱり起きてる時間の大半を仕事をして過ごすっていう中で、やっぱりその時間を見ても仕事がこう、 その人の満足度に与える影響って本当に大きいなっていうのを、まあ実体験もあってすごく感じていたので、その仕事とかキャリアみたいなところを切り口に人が幸せになることを何かお手伝いしたいなっていう思いがこうどんどん強くなっていったんですよね。で、まあそんな思いをこう持っていた中で、あの、まあ、コーチングサービス、うん、コーチングを身近なものにしたいっていう、まあそういう代表の思いがあって、 というキャリアコーチングサービス立ち上げたいという話があの声をかけてもらって自分の思いと非常にこう重なる部分が大きかったのでそれであの参画しようということで決めて携わっているという経緯になります。仕事の時間がが長いから、ね、いかからににやっぱり自分が、ね、本当に この仕事やれてよかったとかね、あのこういうふうにね、やれてよかったと思うようなね、仕事になったらいいだろうし、で、そのためのコーチングが身近であったらいいなというので、ね、あのやられてるってことだもんね、素晴らしいですね。なんか、えや、やり始めて、まあ、大変だったこともあると思うんですけど、やっててよかったなとかって思う瞬間って、どんな瞬間なんですか。ああ、そうですね、やっぱり、あの、実際サービスを使ってくださった方から、あの、いいお声をいただいたときっていうのは、 一番それを感じる部分で,です、ね、例えばコーチングを受けることで自分のこうありたい姿だとか、うん、目指したいところっていうのが見えてきて、うん、でそれに基づいたこう選択とか決断になってきたので、うん、それによってなんかこう人生が変わってきたとかあとはなんか思いもしなかった道が開けてきましたみたいな、うん、あの声をいただくことがこうあってそれはなんか本当に。 ありがたいいですし嬉し嬉な、うん、やっててよかったねえいやどうなんだろう私もさその企業から離れちゃって長いからさちょっと分かんないですけど、うん、ねあの最近あれなんでしょうやっぱりもうみんな自分のキャリアを考えなきゃいけなくなって。<laughs> <laughs> <laughs> でも、ね、でもやっぱりほら、会社の中で考えると、どうしてもね、うちの会社の中で、じゃあ、ねどの部署に行けたらいいのかなとかね、なんか、みたいな話になりがちかもしんないけど、やっぱりそれを超えて、ねなんか、本当にそうか、こういうのが大事なんだとか、こうなりたいみたいなところでね、今、しがちゃん、選択肢広げてって言ってくれたけど、あ、そうか、こんなねやり方もある、こんな考え方もあるとかっていうのの中からね、こう。 何か新しい道筋が見えてきたりすると、うん、きっと仕事が何かやりがいが出たり楽しくなったりするのかな、うん、なんかねどうなんですか何<や>か、はい、うんコーチング受けると何が起こるとか何が変わっていく感じなんですかはい、はい、そうですねあの結構そのまあご相談に来られる最初のきっかけって、うん、転職を考え始めたのでっていうケースがすごく多いんですよな,なので自分に合う転職先がわからないので。 コーチング受けたいと思いましたとか、あの、そういうきっかけが多いんですけど、実は、そういう方が、まあ、コーチングを受けた結果、転職以外の、あのー、選択を取られるっていうケースもすごく多いなっていうのを感じていて、まあ、例えばですね、今すぐ転職じゃなくて、ちょっとね、あの、何年後かを見据えて、まずは資格の取得のためにスクールに通い始めました。だとか、あとはあの、まあ、自分のこのありたい姿を、 と照らしたときに、あの、必ずしも転職だけではなくて、何かこう、社会活動をするであったり、副業をするみたいなことで、自分が目指したいところは実は近づけるんじゃないかっていう結論になられたりとか、そういったパターンが、もちろん、あの、転職がベストな選択っていうことになれば、転職活動をちょっとご支援、コーチングを通じてご支援するっていうケースもあるんですけれども、なんかそんな風にこう、なんていうんですかね、目の前にやっぱり課題があって、 っ変えたいって思ったら、転職という選択肢ってすごく浮かびやすい。これはあの、当然だなっていうふうに思っているので、はい、ただ、やっぱり目指すところが自分の中で見えてきたことで、他の選択肢があのあったんだっていうところに気づかれるというか。なんかそんなことをすごく感じますね。 ねこれ、あの、このビデオ見てくれてるコーチの、はい、コーチのあなたとか言ってね、<laughs> 転職って言われるとすぐ転職手伝いたくなっちゃってね、どういうとこ転職できたらいいとかね、そのために何ができるとかね、あの、話行きがちだけど、やっぱりね、なんか転職したいって言ってもよくよく話聞いてみたらね、なんか、 あの、今のね、会社がしんどいんだとか、人間関係がとかっていう話もあればね、そもそもやりたいことがよくわからんっていうところにたどり着くこともあるし、はいはい、ね、で、やっぱりそういうのを超えて本当に何がね、あの、自分のキャリアで大切なんだろうとかね、やりたいんだろうっていうところから、あの、で、もう一回じゃあね、あの、今の会社の中でできること何とかね、で、今本当副業とかもね、なんかどんどんいろいろできるようになってきたから、ね、みたいなこと考えてもいいし、転職タイミングもいつがベストなのかとか言ったらね、あ あの絶対今ここでねなんかやりきったらとかねここでなんかやりながらなんかの資格取ったらとかの方がね結果としていいとかっていうこともあるかもしれないからねでそういうのをぜひコーチは考えてあげてそしてあの <laughs>。 転職しようかなと思ってる人は、あの、いきなりだってね、転職のなんかサービスみたいなとこ行っちゃうとね、もう転職しか選択肢がなくなりかねないけど、ね、あの、コーチング受けるとやっぱり、あの、そもそも大切なのは何なのっていうのを丁寧に聞いてもらえて、ね、で、そこから、えー、ね、なんかいろんな選択肢の中で、だってさ、あれだもんね、パッと転職したってうまくいかないっていうケースもいっぱいあるもんね。 ねえなので、まああの、コーチにいろいろと話聞いてもらえるといいんじゃないかなと思うんですけど。